皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのヤスンと、今日はですね、ティバーの武井さんと撮影をしていきたいなと思います。ティバーの武井です、はい。よろしくお願いいたします。お願いします。で、今日はまあ、はい、武井さんと撮影ということで、ラバーの紹介なんですが、はい、こちら。まあ、エボリューション MXP ということでもうご存知の方も多いですね。もうなんならなんで今更みたいな若干正直なところあるかもしれないんですが、まあこのラバーですね、 MXP、 エボリューション MXP ですね、まあ、非常に今一度ですね紹介したいっていうのと、まあ、その武井さんの思い入れも相当に、はい、あるラバーですのでですね、はい、ちょっとこちらの方を紹介していきたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、まあ、なんでこのラバーを紹介したいかというところでも、はい、武井さんのお話をちょっと聞かせていただけたらと思うんですが、はい、わかります、はい、よろしくお願いします。そうですね、おかげさまで5年発売から経ちまして、うん、そうですね、5年、はい、で、未だにはい、いろいろなラバーが出ている中で、はい、もう本当にまだトップ選手もでこれから真ん中ぐらいのレベルから上を目指す人たちまで、で、幅広い方に対応していただいていまして、はい、でおかげさまでかなりのセールスを、はい、記録させていただいております、はい、でそこら辺がなぜっていうのも自分でも不思議に思うくらい、はいはいはい、皆さんから高い評価をいただいておりまして、はいはい、本当に不思議なくらいいろんな方に向けて販売できているラバーだな、はいはい、エボの MXP ですね、エボリューション MXP っていうと、まあ、シャーさんも動画を撮ってたので、はい、変な話、上級者向けラバーみたいな、うんうんうん、イメージとかってすごいあると思うんですが、はい、ごめんなさい、こういう言い方をしてしまったらすごい申し訳ないんですが、はい、学生時代バリバリやってたわけではないじゃないですか、うん、そうですね、武井さん言ったらもう中級者というか、はい、その一般愛好家としていろんなクラブチームで卓球をやられててとか、正直なところそういう感じだと思うんですが、変な話、まあエボリューション MXP 結構もう知ってる方は分かると思うんですけど、コードも固めで、じゃあなんでいいんだっていうところとかすごい気になる部分があると思うんですけど、これやっぱりそう武井さんだからこそこれいいよって言える部分もあると思うので、ちょっと性能の方に触れていきたいなと思うんですが、そのあたりはどうでしょうか。はい、はい、まず自分くらいのレベルの方からでも本当に使いやすいです、はい、うん、バランスが取れてていいボールが、まあ、打ちやすい、はいはい、ある程度形ができている方でしたら、はいはい、本当にロング戦であったりサーブレシーブだったりっていうところでも、はいはい、いいボールが打てるという、うんうんうん、バランスの取れた高いスペックのラバーかなと、はいはいはい、そういうふうに認識して、まあ、そうですね、バランスっていうのは、まあ、前からもう結構言ってた部分ではあるんですけど、はいはい、そうですね、ただバランスがいいからこそ上級者向けと思ってた節も正直、うんうん、正直あったんですよ、はい、そこら辺はでもどうなんですかね、例えばインパクトがちょっと弱めだったりとか、うんうん、でもどういうような感じで、そのバランスっていうのが出てくるのかなっていうところなんですけど、はいはい、非常にそのまあ、スポンジが 47.5 度ということで、はいはい、まあ、ハードなイメージなんですけれども、はいはい、食い込みやすさのいいシートっていうのも採用しておりまして、はい、そういうところから当てた時にグリップ力が高い、非常に球持ちが長いっていうところと、はいはいはい、そういった部分からその回転性能の高さを、うんうんうん、はい、触れる方であるだけと、ある程度以上で触れる方であれば、はい、しっかりと、いいボールにして変換していくことができるっていうところで、はい、はい、おすすめができるか、はい、まあ、球持ちが長いと結構安心感があったりとか、そうですね、ミスしないとか、はいはい、安心感ができたりとか、はいはい、あとはまあちょっと実はその前にプレーの方とかも撮らせていただいたんですけど、はいはい、実はそうバランスっていうところと球持ちっていうところで、はい、すごいまず威力の乗った球が、うんうん、出てたなっていう、あ、まあ、出せるなっていう、はい、そのまあ、武井さんとは一度、ね、打たせていただいたこともあるんですけど、改めて打った時にワンコースの球がえげつないぐらい走ってくるっていうようなイメージをすごい持っていて、で、まあ硬いのにこんなに飛ばせるんだと、
簡単に飛ばせてしまう、そうですね、うん、そこそこスイングでも威力がしっかり乗るっていうところと、あとはでもコントロール性能がいいんですよね。よかったですね。でもここって結構、はい、球が威力が出るっていうのとコントロール性能がいいっていうのは、うん、相反するよ、相反しますよね、はい、普通だったら、はいはい、そこが同居してるっていうのが実はすごい部分なのかなっていうのを改めて今回ちょっとです、ね、思っていまして、はい、はい、まあ速い球ガンガンガンって出る、普通速かったら安定しない、でも難しいこう落とした球とかはグリップしてしっかり引っ張り上げることができる、うんうんうん、あすごいなこれと、で回転性能高いんで、はい、まあ、もちろん、いろいろループドライブの回転量だったりとかそういうところもしっかり確保できているっていうところのバランスなのかな、ね、そうですね、はい、はい、ハードなスポンジ採用しているというところで、はい、皆さん打球感も硬いんじゃないかと非常に思っている方が多いかなと思うんですが、はい、実際に打ってみると、そんなことはなく球持ちの良さっていうのが打球感の柔らかさ、操作性の良さ、安心感といったところにつながっていて、とても打ってて、まあ、音も気持ちいいところもありますので、プレーするのが、まあ、結構楽しいなっていうふうに思うような、はいはいはい、仕方かったらもう頑張って持っていこうという感じになるんですけど、持ちがいいからなんですかね、かもしれない、あんまりめっちゃ硬いっていう印象は僕はなくて、はい、そういう意味ではもちろんあの中級者ぐらいの選手であれば性能を発揮できるのかなというところですね。まあちょっと注意点としてはラケットがバキバキのラケットだと難しいかもしれない。飛ぶラケットに合わせていただくとあのかなり の,、ね、あのそうですね、スピードの良さっていうのも色濃く出ちゃうんで、はいはい、そうですね、そこら辺は何と言いましょうか、まあ、控えめというか、まあ、ラケットの方は薄ら系でインナーであったりとか、うん、はい、ちょっと球持ちを感じれるラケットの方が、はい、しなりがあるタイプのラケットだったりすると、はい、もうものすごく安定したドライブを常に打ち続けられて、はい、程よくくたびれることができるんじゃないかと、はい、なるほど、はい、なるほど、なるほど、硬いラバーっていうところでやっぱりメリットとして挙げられる点なんですけれども、はい、相手の強いボール強打に対して、はい、あの押し負けない腰の強さが出ています。そういったところからあのブロックあるいはそこからまあ少し延長していってカウンター気味に、はいはい、かけ返す叩くといったところが、はいはい、非常にやりやすいかな、はい、
まあ、ちょっとあのプレーを、はい、見ていただけるかなと思うんですが、はい、カウンターが、はい、すみません、想像していた以上にすごかった自分もあんなものが自分も、ね、あんなのが本当に出ると思わなかったんで、はい、普段あんまりやらないんですよね多分、そのカウンターとか、はい、ちょっとやってみてくださいって僕が無茶振りをしたらポコーンってめっちゃ球走ってるって思って、はい、まさかあんなパンチ系のものが自分も出せるっていうようなのが思いもよらなかったそうですね、かける系のカウンターもパンチ系のカウンターも両方いけてたのでパッキンパッキンいきましたね。多分なんですけどシートの引っかかりで負けないっていうところで、かけ返す系はもちろん強いっていうのと、あと叩く系弾く系ですよね、はい、もう撮影中もしかしたら入ってたかもしれないですけど、やばい竹パンチだとかってお恥ずかしいパンチ入ってしまう言ってたんですけど、あれもうお世辞抜きに6連チャンとか7連チャンでもうパンチパンチって感じたパンチいきましたね、パンチパンチ言ってたんですけどまあそう硬さで弾けるっていうところと、はい、びっくりしましたね、はい、うん、改めていいところを見つけた感じです。相手のボールに全く負けない、はい、まあ、いわ、まあ言ったらブロックもいいということなので、はい、その辺は特徴になりますかね。バランスの良さ、はい、そうですね、球持ちの安心感、はい、もう超万能ラバーですね、うんうん、要は超万能ラバー、はい、でしかも腰負けしない、はい、腰負けしないということは上の人レベルの人でも使えるし、はい、我々の方からでもまあ打ち返す時もそうです、自分で持っていく時もそうですけれども、はいはい、そういったところの方々からでも幅広い方に、はいはい、上を目指していきたい、中級者から上で、はい、上手になっていきたい、そういうような方々に、はいはい、バランスの良さを、うん、バランスよく提供できるような、はいはい、すごいですね、穴がないちょっとびっくりしてしまいました、ね、改めて使ってみて、実は最近ちょっとこう新しいラバーのアウラス系が出始めたりとか、はいはいはい、そういったところでテストをたくさんしている自分がいまして、はいはい、まあ今更ながらですよ、まあ、なんだかんだ言っていつもエモジション MXP に戻っちゃうんですけれども、はいはい、しばらくテスト系のラバーで 1,2 ヶ月こう打ち続けていて、はい、これの感覚っていうのがほとんど忘れかけてたくらいの、はいはい、ところがまあ打ってみて、はい、あやっぱりいいなこれ、はい、っていうやっぱり戻っちゃうんだな、戻るなっていう今更ながらまた、ね、いやいや、はい、すごい分かります、それ戻っちゃうようなラバーですよね結局どういうわけか、どんどん新商品が出ても、はい、結局なぜか最後に、はい、こう今使ってらっしゃる方々のお話を、はい、まあ、かいつまで聞いてもですね、はい、とりあえず新しいのが出ていたりとか、はい、昔からもっと前から有名なラバー出てたりもしますが、はい、これにしてから変える理由がないっていうような表現をしていただくことがすごく多くて、はい、すごく共感できる方でした一緒に言って自分も今やって改めて打ってみて、はい、やっぱこれだなってこれだな、はい、変える理由っていうのはあんまりないなっていうのが、はいはい、うん、改めてよく分かりました、はい、という中級者の武井さんがもう絶対回帰してしまう、はい、あのラバーなんですが、実はトップクラスの選手も気に入ってくれてる選手がいて、はい、そうですね、はい、はい、ちょろっと、まあ、お話を聞いたのは、はい、まあ、その日本リーグクラス、はい、そうですね、ですね、はい、とかでもこれいいっていう声をいただいてるっていうのを聞いて、やっぱりもうすごい、言い方あれです、ターゲットとしてはすごい広いんですよね、うん、もう中級者スピンテンションしっかりもう使える、はい、使いこなそうっていうレベルからも上は再現がない感じで、はい、誰にでも愛される感じのラバーなのかなと思います、はい、しかもティバーさんだとまあ、このラバーにはより一層手間がかかっているというか愛着があるという話も聞いたことあるんですが、はい、手間暇かかって検品をして、はい、皆様のお手元に届いているラバーの中の一つというのが、はい、もう代表ですね、はい、本当にこれが実際にはどういうことをしているかとか聞いてもいいんですか。あ、もう大丈夫です、はい、ぜひぜひ聞いてください。まず最初なんですが、はい、まあ、他のメーカーさんのラバーとかも、はい、まあ、同じように10枚1パックなり、はい、6枚1パックなりで、はい、まあ、大きな箱とかに入って、はい、違うフィルムに包まれて、はいはい、入ってきます。でその作業がですね、まあ、全部開封してフィルムを、はい、最初に買え、はい、入ってるフィルム、そうですね。でジャケットの方なんですが、実はこの部分ですね、はい、シール、はい、ここは日本オリジナルでして、はいはいはい、あ、これも全部1枚ずつ貼って
ってるんですね。はい、はい、剥がして貼っております。あ、こっちのバーコードの方は最初から元からついてますね。はい、製造工場の方でやっぱりつけないといけないみたいな、はいはいはい、そういうところはありまして、で表側のシールの方は、はい、日本オリジナルに貼り替えてます、はい、でジャケットの方はそちらで大丈夫なんですが、はい、まあ、次にシートとスポンジの状態をしっかり把握して、はい、一回じゃあ開けて全部、はい、開封をし て, してスポンジ側をこう、はい、あ、ちょっと後ろ側が、はい、切ったトラバーになります、はい、今トップシートを開けて、はい、この状態を、はいはい、チェックいたします。でそこから、まあ、元に戻して、はい、問題がないかどうかっていうので準備が完了すると、はいはい、でまた別の袋に入れるってことですね。で最初の袋って確かシールじゃなくて、はい、結構あの引っ張ってあのカッパエビセの袋みたいな。ああ、やす、わかります。お菓子の、はい、バリバリってバリバリ、はい、そんな感じのものに入ってます、はい、最初バリバリバリ引っ張って破いて、そこら辺でかなりの量を、すごい、皆さんありがとうございます。私、いやいやいや、それのおかげでご飯を食べてい, いや、もうなんかその苦労があるからこその愛情、愛情でもありますね、これは。はい、手間暇かかって面倒くさい子ほど可愛いってよく言いますけれども、はい、まさにこいつはもう代表格、そんな感じ、ピバーさんの代表格、手のかかる子ほど可愛い、しかも性能がやばいっていうところで、長男ですしね、長男ですね、エボリューションシリーズの長男ですね、はい、6兄弟の、はい、いやー、なるほどなるほど、そんな風に、はいはい、結局なんだかんだこう一番思い入れが強く、はいはい、トップ選手も使っていて、はい、うん、で実業団クラスの人も使っていて、はい、で私たちのような中級の愛好家の方々にも、はい、うん、がっつり使っていただけるっていうラワーで、はいはい、幅広い方にこれからも力強く推していきたいなと思っているラワーです、はい、ありがとうございます、まあ、そんなところで、はい、今日はもうあのエボリューション MXP ですね、もう発売してから5年に経ちまして、はい、ティバーさん の, あのベストセラー、ロングセラー商品、なっておりますが、今一度ですね、やはりそのティバーさんの方で武井さん推したいというラバーで、はい、はい、ちょっと今回紹介させていただきました。というわけで、また手に取ったことないことがですね、これで、あ、自分にいいかもと、うん、手に取っていただくきっかけになれば非常に嬉しいです。はい、というこんなところですかね。はい、ありがとうございます。終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。